ほら、しっかりせんか。たく。まったく軟弱なものだ。いくら人間とはいえ、あの程度で気絶するとはな。いえ、それはジェダンがやりすぎかと。この世界の人間と比べれば、あなたの腕力は数千倍であることをもうお忘れですか。当たりどころが悪ければ、助けた意味が無意味に変わるところでした。だから手加減したぞ。軽く撫でてやっただけだ。あの沈めの掛け声には渾身の力がこもっていたように感じられましたが、龍王君、この者の記憶を消すことは可能か。かなり乱暴な措置になりますが、不可能ではありません。そして私にはあなたのその選択を止める権限はありません。ただこの人間はどう考えても意図的にあなたに危害を加えたわけではなく、むしろあなたの過失による被害者です。それでもですか。要するにやめろということだな。さすがに私にも道徳くらいはある。仕方ない。治療のためにこの者をそちらへ連れて行く。構わないか。その必要はありません。見たところ軽い脳震盪のようですから、間もなく目を覚ますものかと。そうか。あの時か。ジェダ、どうしました。ああ、ちょっとヘマをやってな。傷を負ってしまったようだ。わかりました。すぐに薬の準備を。ああ、大したことはない。この程度なら手持ちの公約でなんとかなるだろう。あ、そうだ。いかがいたしましょう。必要であれば人目を避ける経路へ誘導しますが。いや、いい。今は戦闘時でもないしな。とりあえず夜が更けるまで待つとしよう。
あれ、ここは。目を覚ましたか。気分はどうだ。え、あなたは。それ以上は聞かぬがよい。長生きがしたいのならばな。この角か。我はそなたらの言うところのお社様、すなわち神の存在なり。故にここで見たことは他言無用。もっとも誰かに話したところで夢信じないとは思うがな。もしも村の誰かにこのことを打ち明ければ、お前と家族の身にそれ相応の災厄が下されるであろう。お前がやるべきことは、すべてを忘れて住処に帰り、私と出会う前の記憶のまま明日を迎えること。よいか。とりあえず誓え。ここでの出来事はすぐに忘れるか、死ぬまでお前の胸の中にしまい続けるか。さすれば命までは取ろうとは思わぬ。はい、誓います。うん。ならば用は済んだ。さっさと立ち去るがいい。はい、このフルデリク、天地神明に誓います。あれほどに美しいもの、むやみやたらに人に語ってよいものではありません。というか、もったいなくて絶対に語りたくありません。故に永遠に忘れることなく、死ぬまで私の記憶の中に留め置きましょう。ってそっちか。いいか人間、あのことは忘れよ。今すぐに綺麗さっぱり。良いな。いや、それは無理です。見たのは事実でしたから。無理でも事実でも何でも忘れろ。さもなければ貴様は家族ともどもたたりに苛まれようぞ。たたりは困りますが。すいません、やっぱりダメです。目を閉じるとまぶたの裏側にくっきりと焼き付いて離れてくれません。ふざけるな。だったらその目をえぐり取るぞ。ああ、ジェダ、
いけません。何をやっているのだ。お前、怖くないのか。はい。見えているのだろう、この角が。ああ、そういえば。そういえばって。ならば、今一度聞く。貴様、この角を見ても恐れを感じぬか。なぜですか。なぜって、だからその、貴様も見ていたな。私は貴様が恐れるクマすら一撃でほふる力を持つものだ。その気になれば貴様の命をここでたやすく奪うこともできるのだぞ。あ、そうか。そうかじゃないだろう。あ、いえすいません。先ほど見た光景があまりにも耽美でありましたので、そのようなことをすっかり忘れておりました。笑うな。つか、それはさっさと忘れると言ったであろう。いや、だからそれは無理だと。忘れぬのならば、その命をもらい受けるぞ。わかりました。人生の最後に、あのような美しいものを見ていけるのであれば、本望です。でもできるのなら、もう一度しっかりとこの目で。見せるか！何なんだ、こいつは。貴様、何者だ。あ、自己紹介をしておりませんでした。私は、フルデリク。この村の神社にて、祭事を取り仕切る宮司の息子です。フルデ神社？あ？あまりとぼけていると本気で殺すぞ。私にはそれができる力があるのだからな。ええ、分かっています。でもどうしてかな。そうならないと勝手に安心しきって、本気であなたを怖いとは思えないのです。貴様の考えなど聞いておらん。
大体。それに命の恩人のあなたが私に危害を与えるはずなどありません。そう考えるのは変でしょうか。うん、それで、うん、あなたのお名前は何と申しますか。あのな、あのひょっとして。なんだ、お名前がないのですか。でしたら。ある！バカにするな！私はハイリューン、イアストムール・ジェダ。この地にて、ジェダを担う者。どうした。あ、いえ、すいません、よく聞き取れなかったのでもう一度お願いできますか。はあ、わかったか。はい、ニュー、イエッサーホイサーってのは掛け声ですか。己の耳は飾り物か。だったら何のために名乗ったのだ私は。そうだ、それなら私があなたの呼びやすい名前をつけてあげましょうか。はあ、何を言い出すんだお前は。実はちょっとした自慢なのですが、私が名付けた相手は長生きすると村の人たちの間ではなかなかの評判なのです。この前も与平さんの家で生まれたばかりの子牛に名を送ってあげましたので。家畜と一緒にするな。もうよい。私には関係のないことゆえ、お前が聞こえたままに好きに呼ぶがいい。ちなみに、私の名はこの地で言うところの鳥の翼や羽を意味するとのことだ。そうですか。では、おい、そこまで悩むな。そもそもだな、私は仮にもこの地の神であって、気安く呼びかけるものでは。あ、そうだ、いい名を思いつきました。人の話を聞け。
なんだこれは。はい、最初の方はそれなりに聞き取れましたので。それとあなたの名前の羽が入っているという言葉の意味になって、掛け言葉として羽生と読みます。ですからこれからあなたのことを羽生と呼んでもよろしいでしょうか。羽生。どうでしょうか。気に入ってくれると私も嬉しいのですが。気に入るも何も。そもそもお前は今後私のことを忘れて村に。あれ。あなた、怪我をしているではありませんか。大丈夫ですか。ああ。これくらい大したことはない。薬を塗ればすぐに。待っていてください。これを。何を。とりあえず応急措置ですが、この薬草は血止めに効きますので少しはマシだと思います。本当に人の話を聞かんやつだなお前は。この薬草、そこの斜面で取ってきたものではないのか。え？あ、はい、よくご存知ですね。血止めと消毒によく効くのですが、うっかり行商人から買い置くのを忘れておりまして。それを取っていて命の危機にさらされたというわけか。薬を探して死んだとあってはむしろ大いなる皮肉だな。そうだ、すいません、申し上げるのが遅くなりました。え？助けてくれてありがとうございます。あなたのおかげで命拾いしました。うん。それで羽生？羽生？え？ああ。よろしければしっかりと治療を行いたいので、私の神社まで来ていただけませんか。ここからでもそれほどに距離はありませんし、ぜひ。遠慮しておこう。なぜです？私の姿を見れば村人に無用の不安を与えるではないか。大丈夫ですよ。実は私、村に降りることなく山沿いに神社へと向かう道を知っているのです。ですから私についてきてくだされば問題ありません。
わかった。任せよう。ありがとうございます。それから、まだ何かあるのか？その、できれば、この上の斜面に登るのを手伝ってもらえましたら。実は私、岩登りが非常に苦手でして。うん。